まだ黒人アメリカにアフリカから連れて来ら、暴力的に連れて来られた黒人の奴隷がね、奴隷のような生活してました。少しずつは改善されてましたけれども、それでもまあ、ほとんど奴隷みたいな状態だったわけですね。はい、ですから日本が提案する人種差別撤廃条項なんか認めたらもうとんでもないことになるということで、まあ頑張ったんですけど、日本も頑張って、採決をしてみると、 実は人種差別撤廃条項が通っちゃった、通っちゃったか、多数を占めたんですよ。そこでアメリカの当時、ウィルソン大統領が、その会を主催してたわけですね。あウィルソン大統領が採決の後、突如として、いや、この条項はもう極めて重要だから、多数決で決めるわけにはいかない全会一致っちゃいけないと言って、ほ、ほぐったわけですよ。罰にしたわけですね。まあ、力から言って、 まあ日本もそれを覆すだけの力はなかった。しかし、名誉は残りましたね。日本人の名誉が。それはね、やっぱり世界に先駆けて、今なんか、日本はね、ずっと白人側についてますよ。得になるとか少しのわずかな得を、得を主張してね。だけどやっぱり、よく中国が中華思想ってアジアの中心だって言いますけど、とんでもないことで、歴史的には日本が、 アジアの中心国として頑張ってきたんですね、えー。その一番やっぱり我々が誇るべき一つがこのパリ講和条約における、えー、人種差別撤廃条項ですよ。こういう輝かしい歴史を持っている日本というものを我々はやはりもう少し考えなきゃいけないと思うんですね。まあ現在は日本はですね、有色人種側のブリックスではなくて、 えー、白人側の G7 に入っておりますけども、これもやっぱり日本はね、えー、スタンスを少し考えて、G7 とブリックスの両方に加盟すると、まあいう必要があると思いますしですね。それから、あの、人種差別はもちろん今、社会では人種差別はもうね、えー、日本の努力によって、だんだん社会が変わってまいりました。あと、女性の問題ですね。この問題も今は、 ヨーロッパに騙されて、女性が男性と同じ仕事をすることをもって男女同権と言っておりますけれども、そうじゃなくて、女性が子供を産み、子供を育てて、そして次世代を作るということに対する社会の評価を上げるということですね。お母さんというのを非常に地位の高い職業、仕事というふうに位置づける必要がありますね。これがもう基本だと思います。 それから人種差別撤廃条項を主張した日本の考えの基本はね、やはり声の小さい人、おまあ不利を受けてる人を助けるという日本精神ですね。人を大切にする日本。この思想なんですよ。まあその意味から言えばね、まあ、このブロ,ブログでも一生懸命言ってますが、子供、まあ辛い思いをしてる子供を救う。それからやっぱりあまりにもひどい年金で、 え、もう、弱いものは死ねと、まあうような行政の態度である老人ですね。それから LGBT に関しても、全然私反対とかなんかじゃないんですが、この LGBT も日本精神じゃないんです。え、あの、決して僕ね、僕は LGBT の友人っていっぱいいますが、その人たちの望んでることでもないんですね。つまり、ヨーロッパ型でなんとなく、 l c b t の人の応援をしてるようで、実は <laughs> そう、悪くしてるという面がものすごく濃いんですね。まあそういう意味では、まあ人を大切にする日本っていうものをですね、作っていきたいと思っておりますね。最近私、政治活動してちょっと失敗しましたね。ものすごく統制的な党に所属したと思うんですから。もうひどいことになりましてね。 え、まあ、一回、え、そこから去って、やっぱり私は人を大切にする日本にしたい。えー、もう、あの、人をね、勝手にね、一生懸命やってる人を勝手に除名したりね、なんか理由がないのにいじめたり、嘘ついたり、とこでは一緒にできませんね。えー、もうそういうとこからできるだけ早く去って、明るく、毎日が明るくね、人を非難することなく、人を大切にする日本。それで活動していきたいと思います。 どんなに数が少なくても私はもう全然大丈夫だと思います。もともと日本人っていうのは人を大切にしますね。子供も大切にする。これももう江戸時代にね、えー、外国からヨーロッパとかアメリカから日本に来た人たちが本当にびっくりしてるんですよ。ああ、日本は素晴らしい。農民とか、漁民とか、子供とか、老人とかをこんなに大切にして可愛がって育てる国はないっつってね。もう、 ヨーロッパの文化を日本に持ってくるのは日本人を不幸にするんじゃないかとまで言ってますからね。まあ、あの、素晴らしい日本をですね、えー、やっぱり強調していきたいと。そして素晴らしい日本に、えー、返してから子供に日本を引き継ぎたいと。そういうふうに思っております。